いらっしゃいませ。ビーンズバーへようこそ。本日も開店しましたビーンズバー。このバーは金曜の夜8時30分にオープン。おばちゃんのおばちゃんによるおばちゃんのための30分くらい、今日も張り切ってお届けしまーす。めしべちーママのちょこっと朗読。ニーチェの言葉より、戦う者は敵と似てくる。お前は何と取っ組み合って戦おうとしているのか。その敵は手強いのか。だったらありったけの力で戦わなければならない。ただ一つ注意をしておこう。怪物と戦っているうちにお前もまたいつしか怪物と化してしまわないように。なぜならば、お前が深淵をずっと覗き込むならば、深淵の方からもお前を覗き込んでいることになるのだから。重い心は人から人へ移る。かつてこれこれの悪事をしてしまったと誰かに告白する。すると告白した本人はこれまでの胸のつかえが取れ、心身が軽くなって清浪な気分になるものだ。そして過去の自分のその悪事をやがて忘れてしまうようになる。ところがその告白を聞いた相手はいつまでも忘れることができないのである。終わり。これまたあのニーチェの言葉より、まあ今の私の心情を表してます。大きな敵がいるのね。大きな敵と立ち向かっているところですね。はい、やっぱりあの何ですか、あの半沢半沢を見てたらね、なんか、うん、本当ね、うん、もう大きなものに立ち向かう、向かっていいのかな、自分の方が潰されるんじゃないかなとか、うんうんね、怖さがあるでしょ、うんうん、そう怖さをですね、うん、あの半沢見てたらなんか自分がほら、うん、あの勇気もらえて、うん、やれるそうな気がするになるんですよ。やれるやれる、 それがいいのかどうか分かんないけど、ね、まあ、あの人は成功、結果的には成功してますよね、うんうん、まあ、まだね、まだ分からないね、今回のクール終わってないけど、そう思いながら、ね、やってますなんですごいね。会社ってあんなことあるの本当に。取締役会で土下座するとか。いや、あのね、うん、その話を今日お昼休みにしてたんですよ、うん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 、で大手の企業から、うんうんうん、まあ、退職してうちに移ってきた方があるって言ってました。本当に、だからやっぱ、あるんだって言ったら、もう本当にあんな感じドロドロがある、派閥もあるし、まあ、派閥あるのは、ね、分かるけど、全く珍しいことじゃないって言ってましたよ。そうなんですか。もう嫌になるぐらいあったって言ってましたね。そうね、まあ、世の中ね、私たちの分からないところでいろんなことがね起きてるのででしょうし、まあ、その中で、まあ、主にですけどね今、まあ、でも女性もそうかもしれないけど、男性はやっぱりほらね、
やっぱ外で戦ってるわけですよ。そうですね。うん。まあ、その中に女性も今ね、戦わなくちゃいけない立場には、ね、ある人もいるかもしれないですけれども、まあ、女性として戦っている人もいるでしょうし、まあ、いろんなね、なんとかハラね、ハラスメントねに耐えながら、まあ、女性の場合は特にそういうものに耐えながら仕事をね、まだ日本、まだまだ日本ってそういう女性が働くっていうことに対してのなんていうのかな、こうね、まあ、権利みたいなものがやっぱまだまだ、ありますもんね、あるからね、女かみたいな、ね、でも負けちゃいかん負けちゃいけましぇ、ね、でもやっぱニーチェってすごいね、そうなの、本当にね、なんかいろんなことに関して、まあ、仕事なら仕事っていう題名でそういうのがあったり、うんうん、愛とか、うん、人生とかあるんじゃけど、あ、まあ、1は私買ってたんですけど、うんうん、今回 2も出てるとか思いながら図書館で借りてきて本当になんかね、あるの、絶対あるの、あっていうような文章が、いいですよ、ニーチェ知らないけど、どんな男の人なんか知らないけど、男の人多分男性でしょうね、随分前の人でしょうから ね、哲学者で、私たちの若い頃ニーチェはだいぶね、流行ったというか、一時期、そうなの、随分取り上げられてましたよ、今の若い人は知ってるのかな、知ってる まあ、この本はベストセラーかなんかなりましたよね、ニーチェの言葉の分厚い、だからそれで多分知った人がいるんだろうけど、まあ、2番目のその悪いことをした人が告白したら、告白したことで自分は自由になって、聞いた方が自由にならないっていう、それよくわかる、そして本人はもう忘れるって、で聞いた方は忘れない、あるよね、経験あるやろ、やってないことになってる、ああもうそこまで行くんだ、やってないことになったと、それすごい、人間ってやっぱりね、記憶をなんか塗り替えることができる、いい方にね、いい方に、なんかよくほらね、記憶違いってあるじゃない、でそれってさ、わざとそんな風に嘘をついてるわけじゃなくって、本当にそう塗り替えてるっていう、そういうことをしてんだ頭の中で、だけど脳ってすごく単純で、ね、自分を、ね、守るために騙されやすい、脳自身がすごく騙されやすいで、らしいのね、でもなんかさ、だから自分は聞いたのに、あれっていう時ありません、なんか、私の聞き違いだったのかな、あのことはみたいに、えっていう時もありますよね、聞いてない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 って言ったら、ずっとこう言ってたら、そうそうそう、本当に聞いてないって思い込む、まあ自己暗示みたいにね、なる、だからアンチ、アンチかけるっていうか、そのメンタルトレーニングとか絶対そうなんですよね、できるっていう風に自分が思って、脳を騙して体を動かすっていうね、ものなんでしょうけど、うわーすごいわ、怖いよね、でやっぱりその自分がなんか悪さしたことを、人にはほらやっぱり言えないけど、もう言ってしまった後ですっきりするっていうのもすごく分かるよね、分かる、ね、分かる、もうそれで終わったみたいな感じになるなんかね、でも分かる分かる、だって言った本人だってすっきりしてますもんね、顔とかも、そうで結局聞いと私たちの方がドサってなりますもんね、そうそう、みたいにね、そうね、まあこんなことやったんやとか思って自分たちの方がね、残るよ ね、 残るよね、ずっと帰って考えたりするもんね、そう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 、まあね、今日のテーマが本当騙されたことありますかっていうようなね、みたいな、そうどう、誰か手を挙げないかなあげないかなもう気持ちがそっちにいっとるよね、プロデューサーからちょっとダメ出しが出ましたけど今日のスタッフはキャサリンママですメシベチーママです、ピチピチのオクラです、バーテンダーのオクラです、オクラですよ気持ちいいです間違えた、いやいや本当に
すみませんね、なんかもうそのニーチェに圧倒されてそのまま話が続いてしまいましたけれども、もう8月も終わりに近づいて終盤になってしまいまして、まあ短い夏、まあ春はもうねコロナでぶっ飛んだのでなんかなかったような感じだったんだけど、すごい暑い暑い夏が、あのいつまで続くのかわからない、まあ今年もまあ9月ぐらいまでは暑いんでしょうけれども、まあ夏休みももうね、この時終わってます、ね、てるでしょ、うん、終わってます ね、もう21日短かったけど、みんなね学生の皆さん、若いね皆さんはどんな休みを過ごしたことでしょう ね、 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 GoTo キャンペーンは どうなったんでしょうあ、でもあれはちゃんとやってるでしょ、まだやってる、うん、やってるけど、うん、でもなんか帰省で使った人とかいるみたいよ、まあ、あのそうか、それもね、うん、使い方一つですね、遠くじゃないけど、うんうん、まあ、ちょっと近場の、ね、あの九州内のあれで、うんうんうん、あのね、親戚の家に泊まらないで、うんうん、ホテル取って、うん、泊まるのに GoTo 使ったとかいうような人もいたけど、うんうん、まあ GoTo のおかげで感染も爆発的に広がったんではないか、そうなんですよでもまあもう そうやってこう共存していくしかないでしょうね、多分ずっとこれ続くんじゃないですか、うん、こんな感じで、ウィズコロナね、そうそうそう、ウィズコロナで、まあ、もうあの 3C みたいな自粛でみんなが、そうそうそう、いやもうよっぽど何万人とかね、うん、1日に何千人ってなったら、ね、もしかしたらまたありえるかもしれないですけれども、でも東京はなりそう ね、 ね、ああそっかそっか、そうね、うん、東京はどう、独自の県のね、まあ、今倒産も増えてるしね、そうね、難しい、GoTo で少しでもそういう、ね、うん、観光地に人が行って倒産免れるとかだったらまたそれもね、うん、ね、うん、どっちもどっちを取ればね、どっちもどっちっていう感じですけれども、そうそう、うん、でもあの国民って結構賢いと思うんですよね、うんうん、みんながね言われてるみたいに、いつもどっかに出回ってるとかそういう人って本当にごく少なくってうん、うん、ほとんどの人はお盆も帰省しないって言ってる人もだったし、うん、多いですもんね、うん、多かったし、今年は帰らないとかね、周りでもそういうね、うん、あの飲み会もねしたいけど、うんね、そうそう、うん、なるべくこう密じゃないところで短めにとか、うんうん、みんな努力しながらやってるので、うん、まあ、そういうふうに賢くなりながら、うん、まあ、共存していくっていう風になれれば ね、いいなって、そうするしかないですね、その間にあのお薬ワクチンがね、うん、できてくれることをお祈りしております、お祈りしております、早く早くお医者様、神様しかないね、神様、中国できてるんじゃないのって思うんですけど、何も言わないけど、うん、でもなんかできててもちょっと欲しいとは思わないな、けど国産がいいんだよ、それいいのかな、うん、なんか何も言わないじゃないですか、自分のとこから出といて研究してるって、ね、してるんじゃないの、ね、でなんか変な種を送ってきたりとかしてね、うん、あれもすごいですよねなんか考えることか中国、本当に中国なんだろうか、そこも分かんないよね、でなんか変、また変な伝染病が流行ってる、流行りだしてましたね、また次のね、うんうんうん、ウイルスが本当にそうなんでみたいな、本当怖い怖い怖い、うん、まあ、今中国ドラマ見てるからな結構面白くて、ね、ちょっと今ハマっておりますけれどもね、うん、あのまあそれはそれ、これはこれでみんなた向こうの方もね、あの日本人嫌いと言いながら日本のドラマ見たり日本のね、うん、好きな歌手がいたりとか、うん、あのするわけじゃないですか、うん、なんかそういうこうあの文化芸術の面ではそうですね、みんな認め合ってる、仲はいいな、うん、というふうに思いますけれどもね、うん、で、さっきの続きで騙されたことありますかの、うん、あの話にね、また戻りたいと思うんですけれども、まあ、大幅に騙されたっていうような
前で生きてるからちょっとなんかこうあのなんとか商法に引っかかりそうになったとか。あります？オレオレ詐欺はまだね引っかかる年ではないけど、ないよね結婚詐欺もねいないだろうしね。結婚詐欺はね、男に騙されたこと。結婚詐欺か、そっか、そういうのも詐欺やね。ないなちいままあるね。私長くなるかもしれないから話を先に。何その男関係のことがいいの？いやいいのって何あるっていうことその中あるの、うん、っていうかなんか、うん、あのお付き合いを始めた時に、うん、あの僕はもう今まで一度も女の人を振ったことがないってものすごく威張って言ったんですよ、うん、で自分から振ったりしたことはない、うん、いつも振られるばかりなんだって言ったんですよね、うん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 、もうそんなことは自分の一生の中に振るっていうことないみたいな、これから先もないみたいに断言したので、うんうん、ものすごく嬉しくなって、うん、こいつはいいやつだと思ったんですけどいや半年後にめっちゃ振られましたから、ね、私もこう嘘つきと思って、だからそのね、その断言しなくてもいいじゃないですか最初、うん、ね、あんまりないんだよねぐらいだったらいいけど、うん、あの絶対その今までもないしこれからもないみたいなことを大声で言っておきながら舌の根も乾かないうちに詐欺やろうと思ってびっくりしましたよ私本当に。え、あれはあれ、あの言葉は一体何だったのかなっていう話の流れでそんな話になったわけ。あの人を振る振る振らないの話っていうのはある、うん、何あなたあの今まで女の人振ったことあるっていうふうに聞いてっていうこと。そうじゃない、だからもう最初に、うんうん、最初、うん、あ そうじゃない、うん、なんかそう付き合いするようになってすぐ、うん、お互いに相手のことを知ろうとするでしょ今までのこととか、うんうんうん、それでもう自分からそれをすごい言ってきた、うん、アピールしたの、うんうん、だからアピールするから私よっぽどなんだなと思って、うん、よっぽどなんかすごい誠実な一途な人なんだと思ってもう完全に余裕というかですね、騙されたまさかだから振られることはないともう思い込んで、だが最後、うんうん、ものすごい慣れた感じで振られましたよやっぱ口でそんなこと言うやつは本当信じられないね。なんだろうなと思ってびっくりしちゃった本当に。ことさらそんなこと言う必要ないじゃんね、うんうんうん、ね、昔のことを話す人はちょっとね、うんうん、あれですよね。そうね、うんうん、と思うよ。あれですよ、ね、こうだったんだよ ねみたいなね、ことをね話すような人てか 今までがそうだとしてもね、うん、これからも絶対そうないって自分でそこでまたアピールするのもおかしくないですかそうね、将来のことって誰もわからないでしょ。まあまあ落とすためのあれでしょ、ね、うん、やったんじゃないですか。いやもうすでに落ちてる後ですよ、うん、なんかものすごいアピールされましたね。みんな要注意ですよそういうこと言う人。あ、もうみんな終わってるから、もう終わってるけどやっぱ口がうまい人は要注意ですねなんかね その人はその口が上手とかそういう要領が良さそうな感じでもないわけ。あ、そうなんですか、うん、ないから私は信じてしまった、うん、なんかすっごいほらなんていうかな、そういうなんかキャピキャピした感じでも全然ないし、真面目な感じ一見ね、うんうんうん、だからその一つ一つの言葉をそのまま受け止めてしまった、まあ、私が純粋だったっていうのか、うん、純粋だったんだね。そうだね、うん、でまあ、あの騙されそうになった話はもう一個あるんですけど、うん、どうぞ次の方どうぞ二巡目に行きますので僕らあるの私そんなになんですけど、うん、でもさっきの話を聞いてて、うん、
昔付き合ってた男の子が、うん、なんか自分はもう一途だみたいなことを言ってた子が同じ人じゃん。本当に。そしてたまたま、うん、その男の子が年下だったんですよ、うんうん、したけ、うん、で生まれて初めて年上の女の人と付き合うで、ものすごく好きだみたいなこと言うから、うんうん、ああみたいな感じ。そしたらもうものの何ヶ月で終わってしまったんですけど、そして蓋を開けたら、あの同じ学校の年下の女の子と付き合ってました。でも私もそれ年下ですよ。すごいね、なんか手でなんか数字を示してましたけど、うん、年上を落とすにはそれがやったんですよね。手やったんかいな。そうですよ。そしてその本当にあもう本当に腹が立つのが、あの別れた後に電話かかってきて、うん、でその時まだ未練たらたらだった。あのどこどこ駅におるけ、あのお財布に何百円しかなかったけん、うわ、バス代を持ってきてみたいな感じに言われて、でも好きっていうのを分かってるから来るって、ね、うん、思ってるから、で、あ、行くじゃないですか。で行って、うん、はい、お金を渡しました。その時学生やけ、うん、お金持ってません、うん、バイトしてるお金をもう渡して、うんうんうん、で返すからって言ってたんですけど、一向に帰りません、返しませんみたいな。すごいね。返しません。でも今その人どうなってるか分かんない。いるよね。だね。騙されましたね。可愛い顔でした。やっぱ自信があるというね、ね、うん、自信があると、うん、怖いわ、本当。やだね、可愛かったよ。まあね、それだけで許せます？許せませんみたいな。許せないよね、うん、それとこれとは別や、ね、それとこれとは別か。ママはないでしょ。ママはね、多分ないと記憶が塗り替えられてる。もう多分ないと思うけどな。そう、男関係は。騙されたといえば、あのこの前に亡くなった20年間ぐらいね、うち、ん、で飼ってた猫ちゃんなんだけど、うんうんうん、娘が小5ぐらいかな、うん、の時にあの友達がアパートに住んでて、そこで飼ってたっていうか、何日間か拾ってきた猫らしいんだけど、うん、でアパートだから飼えないって、うんうんうん、でうちの子に飼ってくれないって声かけてきたらしいんだけど、うんうんうん、なんか見てくるって言ってね、うん、普通のなんかこう汚い猫だったらもううちは飼わないからねって言ってたんだけど、うんうん、わざわざ電話してきて、どんな猫って言ったらね、うん、アメリカンショートヘアみたいな。上手。それはそう、それで、うん、うちの旦那とどうする、うん、って言って、分かる、で可愛いよとか言って言うからさ、もうじゃあいいよ連れて帰ろうかって言って迎えに行ったら、うん、もうガチガチのキジ猫。もうでもね、じゃあうちで連れて帰りますって、そのね、お友達のお母さんにも電話して、じゃあ今から取り行きますねって言ってたから、もうしょうがないからそのまま連れて帰ったんだけど、いやもうでも本当に可愛かったですもんね。まあ、アメショーもキジネコもね、一緒、もう買えば一緒、そうね、うちはね、騙されたことは本当に記憶にない。塗り替えられた多分あると思うんだけどね、そりゃね、あんまり本当記憶にないな。あのパッと飛びつかないっていうのはあるけど、でもね、うんうんうん、なんかこう話してて、うん、本当って言うじゃん、うん、なんか話してる、うん、嘘たいって言われることが多い。
うん、信じられんとかって言ったら嘘に決まっとうやんって言ってそういうのが日常茶飯事の感じのこうどう見ても騙されそうにないでしょ雰囲気が、うんうんね、だからでもそういう、うん、そういうなんか些細なことでいつもなんか騙されてる、騙されるっていうかなんかからかわれてるかなんか知らないですけどね、うんうん、そんなのはありますね。さあ2巡目でございます。大したことない、あっという間に回ってきましたよ。まあ、あの騙されたわけじゃないんですけど、うん、あの若い頃に松屋レディースのファッションフロアで、うんうん、あのそのハウスマヌカンをやってた時があって、知ってます？オクラ知ってる？いいね。私たちは知ってるけど、それあの聞いてる人分からんと思う。分からん。ハウスマヌカン絶対。誰ハウスマヌカンって何？って思うよ。でやってた時に、ググりなさい。これもう死後も死後ですよ。そこで止まらないの。ごめんごめん。あの、うん、向かい側のショップの、うん、そのまあ。お洋服屋さんのショップ の、うん、あのそのまあ、オーナーが男性で、うんうん、その時にモデルもしてた、うんうん、すごい長身 の、うん、その見栄えもいい感じの人がそのお店のオーナーだったんですよね、うん、でまあお店に立ったりとかもしてたんだけど、うんうん、そしてやっぱり経営があんまりうまくいかなくて、うん、あのだん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 近所のショップの女の子に、うんうんうん、こう口説いてお金を借りるっていうことを始めたわけ、うん、ほうほう、でうちのね、うん、そのお店も2人もう貸してあげてたの。でもその2人はあの好きになったわけ、あ、ね、よくあるパターンでしょ。あ、まあ、見栄えも良くてかっこいいからそうやって誘われて、ちょっと仲良くなった時に1人10万なんよね。いいかいなみたいに返すけんって言って、うん、で今ちょっと、まあ、お店で急にお金いるからって、うん、で2人犠牲になった後で私に来たんですよね、うん、うちの店の3番目にで、ね、狙われたわけ、うんうん、でも私ね結婚しとったと、その時はもう結婚したすぐぐらいで、うんうん、まあ、まだ子供とかいなかったけど、うん、なんで私結婚しとんの、しとんのに私を狙っちゃろうと思ったけど、うんうん、これはもう切羽詰まってるんだなと思って、で、あのちょっといい今日みんなで、うん、あのモデル仲間とかが集まって飲むけん、うん、うちで飲むけんおいでよって言われて、私がまたそこで行ったんですよね、バカだから、うん、モデル仲間が集うっていうのにフラフラっと、うん、結婚してるのに行ってしまったの、うんうん、ね、うん本当にそれは今思えば本当になんて浅はかなことをしたんだろう。もうその時に変なことがなくてよかったけど、行って隣の部屋で、うん、あの騒いで飲んでるわけですよ、うんうん、ね、で私はもう一つの部屋に、これ旦那に聞かれていいんでしょうかね、ね、あの説得に来たわけ、説得に来て、うん、ちょっと今お金がいるっちゃんって、で私そのもう2人の話をちょっと聞いてたから、うん、あ、来た、 うん、それで私は呼び出されたんだとその時初めて分かって、うんうん、あ、なんで私だけ別室なんだろうと思ったら、うん、別室ね、で10万いいかいなみたいに、いやいや私ちょっと結婚しとうけん旦那にも聞かないかんし、うん、そんな急に言われてもお金もないし、うんうん、って言ったら、あのもうすぐ返せるとよって、ちょっともう本当すぐ返すけんって言われたわけ、でいやちょっと今ここでは返事できん、旦那にも聞かないかんしって言って、うん、もう去ってね、そういう時に断れないのなんかそういうね環境をその人は上手に作ってるわけ、はいはい、ね、うん、環境を作って、うん、なんかこう、うん、攻めてね来てる、うん、その変な男女のあれじゃないけど、うん、私の場合は結婚してるから、うん、だけど一人ずつこう食い物にしていって、で私ちょっと今日は返事できんって言って、うんうん、もうあの帰りますみたいな感じで帰ったんですよ、うん、で後で考えたら私な、あ、なんで行ってしまったんだろうと思ったけど、そこで私が結婚してなかったら、うん、多分その男性モデルで見栄えがいいでしょ、うんうん
フラッと絶対来るの。そしてその人はそれを分かってるから、一人ずつそうやって呼び出してね、ちょっとこう優しい言葉とかで、あの好きに、ね、なってしまったところでお金のことを出すの。怖いね。でもその後、あ、ごめんね、でも旦那にも聞いたけど、やっぱそれはやめときって言われたけんって言って、あのお断りしたんですけど、でまたその何ヶ月か経ったらやっぱり潰れちゃいましたね、その店で。もうお店閉めていなくなったけど、すごいなんかもう後味悪い。あとの2人はもう騙されてるし、私知ってるし、でも好きになってるその状況を見るのも、もう分かってたんですね、2人とも好きになったと思って。もうなんかね、それも騙されてなかったけど、なんかもうすごい嫌な思い出で残ってる。なんで笑った？さすがに。そう。だって笑った。もうびっくり。悪い人いるもんですな。ね、うん。だって今もね、やっぱいると思いますよ。そんなのってもうね、顔のいいメンズにはやっぱそれをご注意ください。本当使うよそれ。お金貸せっていうのはもうとにかくダメ。そう、もうダメ。何でも、もう男でも女でもそうだけど、うんうん、まあ友情が壊れる時っていうのが来週のね。まあね、お金をやっぱ貸したがために友情が壊れたりということもあると思いますので、うんうんうん、来週のテーマは友情が壊れる時についてお話しします。それでは夏も終わりに近づいてきましたけれども、もう少しだけ夏を楽しんでほしいと思います。もう一回ぐらいビール飲みに行きたいな、行きたいとかいうふうにも思っておりますが、気持ちよかったな、はい、皆さんのご感想もお待ちしております。ちょっと秋もあの近くなってきたら、なんとなくダークな話に近寄っておりますけれども、皆さんの ご意見をお待ちしております。ご感想でもいいのでぜひお寄せください。ビーンズおばさん、 BEANSOBA 数字の3 @gmail.com です。ではでは、今週もお騒がせいたしました。来週もご来店をお待ちしております。ありがとうございました。皆さんお元気で。はい。また来週。バイバイ。ちょっと明るいテーマをちょっと追加。そうやね。いやでもあんまりないと思う。明るい。まあ笑い飛ばしてるからね、いいんじゃない？